吉田さん。まあ、純粋に。やらにゃ、やっぱ商売っての続かないですよね。あの。サラリーマンやってた時に。商売の、なんか気持ち。っていうか、マインドセットを教えてもらったことがあって。正直に商売すれば、答えは正直に返ってくる。でも。インチキをすると。濁った答えが返ってくる。っていうふうなことをね、聞いたんですよ。で。ずるいことをすると、やっぱりね、その引け目から。 弱みを持っちゃうんですよねだから肝心なところで勝負に勝てないっていうこととかえお客さんに質問された時に隠さないといけないことができちゃうらしいんですよ。それが信用を落とすというふうなことだったと思います。で今ね思うんですけどもやっぱこれだけね動画量産できるのもこのビジネスがうまくいくのも多分正直にやってきたからなんじゃないかなと思うんですよ。だから嘘をつくのにはねちょっとね知恵がいるんですよね。 その嘘つき用の知恵が。で、その嘘をついていくたびに、両親の呵責がね、積み上がっていって、いずれ、人の前に顔が出せなくなるんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、正直になるのが一番、いいですよね。誰に恥じることもなく、堂々とやっていけるし。うん。だからなんかね、その、人を騙してるっていう、この両親の呵責は、 まあ私には耐えかねるものであるし正直にやれば正直が好きな人が近寄ってくるのかなと思うんですよね。うんまあ、だからそんな感じでこれからも速っ塾運営していきたいなと思ってます。い